おはようございます。総会長の久保です。1月21日ですね。ぼーっとしてるうちに1年の12分の1が終わろうとしてますよ。お正月気分が抜けたなと思ったらもうね、今年も終盤だという感覚なんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。私はね、もうね、2020年というのはしっかりとやることが決まって大体半分ぐらい終わったかなっていう感覚で、2021年以降のことをこれからも考えていかないなといけないなと思っているところでございます。当然ですけども、今年どんなことがあるのか、これからもね、どんどん動いていきますんで、予測できないことばかりですけどもね。で、予測できないことが起きる時のために早めに終わらせておくことと、予測できないことが起きた時にクイックレスポンスね、即時対応できるように自分の余剰資金とか余剰時間を空けておくってことはすごく大事だと思うんですよね。さあ、それではですね、今日は YouTube の話をちょっとしましょうか。子供さんたちが将来の夢は YouTuber だっていうふうなね、そんな希望を持たれている方もいると思いますけども、これに対してお父さんお母さんはどういうふうに感じるかってことなんですよ。 YouTuber 頑張って目指してねって言うんでしょうかね。私はね、 YouTuber なんて目指さない方がいいと思うんですよ。YouTuber って今だからこそある職業で、多分ね、10年後はなくなってますよ、 YouTuber なんて。学歴社会ってものが否定されて久しいんですけども、結局我が子を幼稚園行ったり、小学校行かしたりとか、高校とか大学の受験戦争に送り込んでいるお父さんお母さんいると思いますけども、学歴社会をどうですかね、肯定してるんですかね。それはね、否定してるんだったら、そもそも最初のね、幼稚園保育所から行かせる必要ないと思うんですよ。集団生活なんて別になくてもいいわけですよね。むしろ集団に入ることによってストレスを感じたりとか、お父さんお母さんが出勤してる会社、いや今日も仕事大変だったって言いながら帰ってきてないですかね。そういう姿を見て、いや就職したいぞっていう風なね、子供が育ちますかねってことなんですよ。そう考えるとね、私たちの行動っていうのはそのまんま子供に相続されますから、間違った考え方を実行しているっていうことをあからさまに言うべきではないかなと思うんですよね。その一つが YouTuber ですけども、 YouTuber ってそもそも参入もね、今年が最後のチャンスですよ。来年からはもうね、参入できないです、普通の人は。有名人、芸能人、起業家の方、こういった力のある方とか、すでにファンを持たれている方が YouTube の世界に入ってくるっていうことで、 YouTube は2020年完了します。何の後ろ盾もない方、何のスキルもない方、何の編集技術もない方が初めてうまくいく世界ではもうなくなってくるってことなんですよね。そう考えていくと、今からお子さんに YouTuber を目指させるっていうのは、学歴社会をね、本当に、信じて勉強してきたロスジェネ世代と同じようなツテを踏ませるんではないかなと思います。これから YouTuber を目指して一生懸命ね、 YouTube の動画を撮って面白いトークを鍛えて、じゃあ15歳になったぞ、20歳になったぞ、 YouTuber デビューだって頃に、 YouTube の世界なんてのはもっともっと力の強い人たちにもう攻められてるわけですよ。もうファンの作りようがないと思いますね。あとね、 YouTube 以外のテクノロジーが出てきて、そっちの方がメジャーになってるっていうふうに考えるのが普通じゃないかなと思うんですよ。私もそう考えてます。 YouTube の世界で何かを成し遂げることができるとしたら、今年が私的にはね、最後のチャンスで、今年10万人のチャンネル登録者ができなかったら、来年からの YouTube の世界っていうのは10万人以上の人しかいないような YouTube の世界になってると思うんですよ。だから私はもう手遅れの世代に入るかなと思いますし、それからこれからですね、当たり前のように100万人以上の登録者しか見られないような YouTube の世界っていうのもなると思います。そうなった時にチャンネル登録1000人出せないような人って、そもそもね、ニーズがあるかどうかってことなんですよ。まあ、ニーズがあるにしても、まあ、別の分野でしょうね。今言う YouTuber というニーズではなくて、例えば、一つのね、企業とかコミュニティのスピーカーとして、ちっちゃい世界の報道としてっていうのはこれからも生きると思いますけどもね。で、あと、そうですね、家族間の連絡とかね、小さな動画の連絡っていうものに YouTube っていうのを使えていくと思いますけども、じゃあ、数千人単位とか数万人単位への報道としての YouTube っていうのは、もうチャンスは終わっていくんではないかなと思いますね。さあ、それではね、別のちょっと話題になりますけども、MLM に関しましてですけども、新しい情報がリリースされてますので、そちらの方、速稼塾のね、会員専用ページに貼り付けておきますのでご覧ください。とっても明るいニュースです。皆さんがね、心配している方もいると思いますけども、心配ないよってずーっと私言い続けてきましたけども、まさに心配ないよの続きです。で、あとはね、カジノの案件は正式追加募集が明日から始まります。これについても動画を撮りましたので、ね、もう申し込められている方は申し込めますんで、大丈夫だと思いますんで、お送りする URL からご入場ください。それではね、本日は以上です。まあ明るい話題満載の2020年でございます。